岐阜らしい。え、そうなの。うん、何それ。マッくん、え、いっす。え、マッくん、はぁ、あ、東卍の一番隊隊長のバジケイスケをバルハラから連れ戻す。タケミチ、それは無理だ。無理だバーガー。え、そんなヤバいの。反東卍を掲げたクソでかいチームよ。危ない奴らをガンガン集めてる。気味悪いのがよ、誰がトップなのか誰も知らねえんだ。それでついた異名が首のない天使。なんで言うの。え、もうせっかく俺も痛い。首のない天使。マジでいい加減。首のない天使か。え？え、じゃあさ、え、それ以外に分かってることないの？ある。バルハラのナンバー2はハンマシュージ。スミト。スミト。罰の手を持つ男だよ。お前何で殺すぞ。それでナンバー3が耳に鈴の音を持つ男、ハネミヤカストラ。ここだって聞いたんだけど。なんだてめえ、見ねえ顔だな。おお、いきなりすごいな。俺一応先輩よ。やめろ、まこと。あ、なんだよ山岸。この人がバルハラナンバー3の羽宮カストラさんだ。あ、ねえねえ、花垣竹道っている？違う、これじゃない。こいつです。いや、ちょっと。おお、お前か。おお、会えた会えた。竹道？はい。よし、バルハラ行こう。え、ちょっと待って。あの、まだバルハラ攻撃中。ん？そんなん来ればわかるからさ。よし、行くぞ。ちょ、おい待って。竹道連れてどうすんの。待って。行く。行く必要ね。ありがとう。でも俺絶対未来変えるから。は、何言ってんだよ。行きますバラハラ。よし、いいぞ。うんぬんだな。死んだ。緊張すんなって。みんなに合わせてやるからさ。いや、何？お、さっき案内してくれた人ら、もういらないからおった。え、じゃあま。ちょっと、ちょっと。あ、は、羽宮くん。カズトラでいいよ。あ、カズトラくんはうちの高校なんですか。うん。え、なんか俺全然覚えてないっていうか、そのもっと有名でも。俺少年院にいたからね。え？あいつのせいで。あいつ？あ！あの、まだ。早くして。早く。Today